何センチよこのマダイ。47センチ？めちゃくちゃでかいじゃんこれ。すげえ。ほら、マダイ超でかいよこれな。マダイ。はい、どうも、こんにちは、ワッタルです。前回の動画で、マダイとイナダを、釣るということで告知しましたが、船宿さんから連絡がありまして、強風で、出船中止と、いうような、知らせがありまして、しゃあないですね。には行けずということで、まあ、残念ですけども、角上魚類によって、マダイを買ってきました。1年間、いろいろありました。釣りを始めて、まだ大した、年月経っておりませんが、楽しい一年の釣りでした。よかった。それではこれからマダイをさばいて、お寿司を、作って年末楽しんで、そして新年を迎えたいと思います。釣り頑張るぞ。そして皆さん、良いお年をお迎えください。それではさよなら。37のクーラーボックスはあるんですよ。1個だけです。1個だけ。だから、2人で行ったら止まらない。止まらないね。37と24だ。24じゃないですか。足りないですか。釣った経験があるからですか。あります。何が釣ったんですか。稲田です。稲田釣ったことあるの。10年ぐらい前に、あっちの平塚の方で、本当に35匹ぐらい釣りました、それ。それを考えたら、450でした。45匹。買わない。今日はない。37匹しかないな。じゃあ37買えば、35がある。37ですか。それ2個あれば大丈夫。はい。